日本鹿児島県日置市移住院長、伊賀倉移住院長伊賀倉は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置軍移住院郷伊賀倉村、日置郡中移住院村大技、伊賀倉、日置郡移住院長大技伊賀倉。移住院長伊賀倉一丁目及び移住院長、伊賀倉がある。郵便番号は899-2505。人口は2423人。 世帯数は875世帯。日置市の西部、上野川市流町松川の下流域に位置している。麻生域の北方には、移住委員長群、移住委員長徳重一丁目、南方には、移住委員長下矢口、東方には、移住委員長、清藤、西方には、移住委員長徳、徳重移住委員長徳重二丁目がそれぞれ接している。ほぼ中央長松川が、 東西に流れており、その流域に、海抜140メートルほどの丘陵地帯にある。中央部には、旭日川丘団地があり、その西部に、鹿児島育英館中学校、高等学校が所在している。伊賀倉交差点を中心に南方に、鹿児島県道24号鹿児島東一機線が、通り、北方に、鹿児島県道37号伊集院日吉線が、地域の生誕を通っている。 南端を東西に、鹿児島県道206号、特殊下横井鹿児島線が通っている。伊賀倉という地名は、南北長期より見え、薩摩国移住院のうちであった。南北長期には、移住院忠国の長子である、又太郎中邸が、伊賀倉市を称していたが、移住院氏が討伐され、それ以降移住院の区域は、島津市の直轄領となった。江戸期には、 薩摩国費沖軍移住院座とのうちであり、村高は、天明八年の、有所再選町では278国余り、天保豪町では363国余り、急行給料取調べ町では291国余りであった。長松川が神の川に合流する付近に、新言州小野波美保院の流れを汲む、大勝山総厳寺があり、一時期は、 三州三つ門三本山のうちの一つとして栄えたが、島津隆久が旧世、春法院を解散として、工事二年に大上院を鹿児島に建ておの派の本山としたため、以後その末寺となり捨てれた。幕末の寺高は四十三国であった。八百八十九年四月一日に、町村制が施行されたのに伴い、移住院里のうちずに村の区域より、注意住院村が成立し、 江戸期の伊賀倉村は中移住院村の大技、伊賀倉となった。1922年には中移住院村が調整施行し、移住院町の大技となった。1965年に中央部にある伊賀倉原の13ヘクタールが、朝日が丘団地として、宅地造成された。2005年5月1日に、移住院町が、日置郡東一木町、吹上町、日吉町と合併し、 日置市が成立した。この合併に先立って設置された法定合併協議会である日置中央合併協議会において大技名については字の区域は現行通りとし現行の字の名称の前に当該字の属する合併前の町の名称を付し字の名称を変更すると協定された。合併日の二千五年五月一日に鹿児島県の国字である 字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、大技名が、伊賀倉から、伊住委員長、伊賀倉に解消された。2015年7月24日に、伊住委員長、徳重、伊住委員長、伊賀倉、伊住委員長群の各一部の区域を事業区域とする、伊住委員都市計画事業、 徳重と地区角整理事業が、勘違処分され、翌日の7月25日には、次回及び一番変更が行われ、移住委員長徳繁及び移住委員長、伊賀倉の一部より、移住委員長伊賀倉一丁目が設置され、移住委員長群及び移住委員長、伊賀倉、移住委員長、徳重の各一部より、移住委員長徳重一丁目、移住委員長徳繁及び移住委員長、伊賀倉の各一部より、 移住委員長特重め2丁目が設置された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。朝日が丘間郵便局私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。